この番組はサラダ青春の光、人オフィシャル YouTube チャンネルを金星さんにお送りしますしずるかずまとフルーツパンチ村上のアーバンブルーラジオこのおそわざ森東を金星庁にお送りしていますどうも村上ですどうもしずるのかずまです、えー、メールを読まさせてもらいますはいはい これはスパムはいスパムっていうのは何ですかスパムっていうのはダメあんだっあれなんて言うんだっけ迷惑メールみたいなことでしょう私はよく孤独を感じますスパムですねえあんはいはいはいえアーバンブルラジオうんチルダの伝説さんはいアーバンブルラジオ200回そして4周年おめでとうございますあありが5年目も楽しく拝聴させていただきそう4周年になったのねうんちょ あそうあの前回さ俺がさ牛乳ああ牛乳ね前回全然まあまあ前に「牛乳好きなのにお腹下しちゃう」っていうのでそしたらこのノーマさんが「208回目のアバブル拝見しました」。カズマさんのように牛乳で下すのはおそらく乳糖を分解する酵素。 ラクターゼ乳あニの糖ね糖分の糖ねで働きえー、乳糖を分解する酵素が不足したり働きが弱かったりすることで起こるらしいです、えー、低乳糖の牛乳で解消できることもあるらしいのでよかったらぜひああなるほどへえ俺これ、うん、あのー、この、えー、アーバムラジオ取る前にこれ見てて、うん、でえー、と思って、うん、で調べたの、うん、そしたら、えー、あれね お腹に優しくっていう牛乳があるの。お腹に優しいから。で雪印で出ててそれがまあ言ったら牛定牛とあるのであるよね。あれでも加工牛なんだよ。はいはいわかります。でちょっと安いよねあれね。いやなんかねそれはえええとコスパいい高いのか。ちょっとね高かった。あそうだからで。 俺が言ってるの低脂肪低乳とまた別かなうん、まああいやでもいや分かる分かるあの、俺牛乳いろいろ見てたらちょっとあっさりした牛乳みたいな。そう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 でなんかそれを今この間買って飲んだの下さないのあらだ俺俺だからそれなのかもしれない乳糖不対称なのかもしれない乳糖不対称かでもあれ味ちょっと物足りなくないあれね本当の牛乳からするとわいや分かる分かるけどただ 全く牛乳が飲めなく飲めなくなったとかえと下すよりはうん下すよりはあの本当にコーヒーを久々に入れてそこにお腹に優しいを入れてみたらやっぱ美味しいねあれ悪い悪用だったらいいかもそうすごい美味しいああいいじゃんいやこれありがとうございますノーマさんあとはえスケートの映画 今回のアバブルで言ってた、あ、この間のアバブルで言ってたスケートの映画、僕のお日様のこと。あ<ー>あ、あ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 れめそうだ。見たいんだ、俺。うん、ええー、フォーラム仙台。<laughs> この方は多分宮城かな。うん、フォーラム仙台で奥山監督の初めての作品。僕はイエス様が嫌いを私の誕生日に見に行きました。確かあれですよね。お兄さんも監督をしてらっしゃって、その方も結構有名です。へえー、そうらしいよ。へえー、うん。 その僕はイエス様が嫌いを見ての感想を共有させてください。イエス様が嫌い見た。うん、わかるんですよ。なん、別、俺、そんな話してないよね。いや、だから、この奥山監督の,別の。別の。あ、えー、それ、まだあ、まあ、まあ。これ,それは、まあ、まあ、ねうん。はい。いやー、ありがとうございます、どうもさん。ありがとうございます。はい。見てみます。はい、はい。で、村上さんか、ちょっとさ。うん、マジでさ。うん、あれ、あれ、話したっけ。ど<れ>あのー。うん、なんか。 ダマさんと最後のダマさんと一緒になんか飯屋行った時に、うん、なんかい行ってないっけ知らのい知のなあのなんかまあ某有名チェーン店に二人で行ったの、うん、えまあ居酒屋、うん、まあなんだけど<ー>で、えー、そこで、うん、えまあ個室一切ないみたいなカウンターってそこに厨房あってうん、うん、であとテーブル席なんで,、うんで で普通にあのー、ダマさんとこなんか喋ってて、うん、でそしか別の席の女の人が4人ぐらいが気づいてくれて、うん、でも、まあ、写真撮ってくださいって「あはいはい」って写真撮ったそれでその方たちは終わって、うん、でそたち帰ってみたいな、うん、あってで,でじゃあそろそろ帰ろうかみたいな雰囲気になってダマさんが「ちょっとトイレ行ってくる」つって、うん、でトイレ行ったの。うん で俺じゃあもうお会計お願いしますみたいなこと言ってでだまさんがトイレ戻ってくるまで俺の俺壁側に座ってたんだけど俺の左側にもう壁がでその上にテレビがあってでテレビ普通に流れてで下降りのせいやが出てるテレビででなんかこうやって見ててでそしたらなんかいきなりせいやの声が聞こえてたんだけど聞こえなくなったの。 あれと思ってで普通に画面を映ってるのに音量だけオフになってるで「あれんだこれ?」と思ってそしたらなんか「曲っぽいのがかかったの」で「え?」と思ってで何か「この番組から流れてるわけじゃないよな」でもなんかその曲がなんかどっかで聞いたことあったの。 えなんだこれと思ってそれでダマさん戻ってきてじゃあ俺もトイレ行くっつってでトイレ行く時にもう一個トイレ行くまでに大きいモニターがあるのよい。で、そこを通り過ぎる時になんかあれと思ってそのモニターに映ってる映像を見てあれと思ったのなんだこれどっかで見たぞみたいなさっきの番組と違うの違うのよ あれと思って、うん、さっきの俺がトイレ行くまでのモニターに映ってたやつが、うんえー、しずるが、うんえー、何年前かなもうすげえ前もう一桁の年,あの年数、うん、もうはい、はい、10年もいかない5年ぐらい何、うん、だろう78年目ぐらいの時に何、うんえー、かねああ愛知かどっかの。うん ミはあ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 その映像なのよおおでしょ思うでしょで俺おしっこしながらあの曲だと思ってああなるほどその番組で使われてた曲っていうのねそのプロモーションビデオああそうかそうかプロモーションビデオだからそうであのアーティストの俺らがプロモーションビデオ出させてもらったあのアーティストの曲だえっあれ YouTube, YouTube でねあーえ待って待ってどういうことと思ってあ<ー>で俺トイレ出てきって<ー>でえと思ってなんか分かんないけど、うん、なんか店員の方見れなかったのでもおそらく俺トイレあのおしっこしてる時に、うん、おそらく、うん、店員が俺だって気づいて、うん、で 俺が出てる YouTube を探してでそれを流してたと思ったそう思ったから俺んか手のを見れなくてで生さんの方戻った時にカウンターに座ってる別の女性二人が俺らに気づいて「そうやって写真撮ってください」って何かうよりはずくてで写真撮ってそしたらその女性があそこ流れてますよねって言って「ああはい」って言ったら。 そこの店長がなんか厨房から出てきて「あの正直は最初から気づいてました」であのー、気づいたんですけどやっぱ結構ここ有名人の方来られるんですよだから俺最初は絶対気づいてるようにしますまあ絶対であのー、ちょっとあのー、はい流させてもらいましたみたいなあれさ「えー、待ってこれこんなに自然に」 あんか分かるなんだろうねこれ何だろうと思って何て言えばいいか分かんないやつだねこれねでで俺んかマジで俺は嫌な気分なのそう分かるよんかえそんなことしないでよって言われてますよねいやまださもっと小さいとこのバーとかで流した瞬間に「ちょっと」って言えるような感覚はまだねそうなのに なんか奥から出て。うん。あの、正直最初から気づきました。あの、でも、えっと、よく有名人の方来られるんですけど、で、俺、俺、本当に、え、マジで言ってんのかなと思ったの。この人。で、でも俺、なんかすっげえムカついちゃって。だから、なんかで対抗したいと思ったの。ああ、はいはいはい。でもそうね、怒るのも嫌だしね。そうそうそう。いや、んなしない、すんなよ。っていうのは嫌だしね。そうそう。で、それは、あの、正直、あの、なんか、 ああのあはずいし、それで切れるのも。だから向こうは一瞬でね。向こうは俺が喜ぶと思ってやってんだよ。そこを喜んでない。はいはいはい。あはいはい。あやっちゃったかなと思わせたいよ。ででもあの怒ってると思わせたくないから。でそこで俺が取った方法があのあれあれあなんすか。いやあれなんかえっと やっぱ P.V. なんか出られたみたいな。うん、あ、おお、いつだ。覚えてないですね。うん、え、でも書いてあるでしょ。うん、いや、おえお、覚えてない。いつだろう。うん？あ、いやなんかあったかなみたいな。その。

やっぱ特別扱いされたのを喜ぶと思ったんだと思うけどいやいやまあ変だよねそだから俺さ俺さこれさ<え>っえしかもなんていうの個人店のさそういうなんかさ <laughs> 本当にさっき言ったバーじゃないけどとか、まあ、定食屋とかまあ、うん、例えば地方とか行った時にさ、うん、その地元の人が来るような店でたまたま行った場所で違うよあのその人陽気な人が「私好きだからこれじゃあ」とか言うならまだ「いやいいですよ」とか言いながらさ、うんそう あれ,あれここえここえー,ー珍しいね珍しくないこんなことねこんなことするようなタイプにいやそうなのよで俺さこれえっとかつて俺ねかつて喜んだやつ誰だっていうで喜んでるやつがいたとしたらそいつがいけないと思うまあねいけないというかいやいけないかなじゃなじゃまあやりそう <laughs> これ村けいさん俺さ前さあの村けいに話したかなあの恵比寿住んでた時あのやっぱちょっと恵比寿って俺なんかぶっちゃけ住みづらかったねまあねちょっとそんなま住むって感じまちじゃないもんねでそれでなんかなんか定食屋みたいなところ探したらなんかこう深夜までやってみたいなした一個あってであのこれあんま詳しく言っちゃうと特定されちゃうからなんだけどであここいいと思ってでそこでえなんか 結構夜遅くまでやってんのに、うん、普通に定食食えて、<う>で、え、なんか7 0 800円ぐらいで。お、いいね。で、俺毎回納豆つけたの。うん、毎回とか、まあ、えー、2回ぐらい。うん、で、そしたら3回目に、うん、えー、そこの人が、納豆を、うん、えー、なんか、 おまけでつけてくありがとうと思ってでも俺ちょっとだけ申し訳ねえなってのがんか俺これ催促しちゃう感じかなでもでもまあそれでもいいかおいしいしと思ってで4回目ぐらい行ってそしたらまた納豆つけてくれるいやすいませんありがとうございます」みたいなそしたら店長もうんかそんな口数少ないのああみたいな。で5回目かな普通に定食頼んで。 でそのご飯がね、うん、おひつみたいになって蓋してあるんのよ。で普通にそれパカってあげたら、うん、えー、なんかえー、昆布うん、うん、で、えー、俺の髪の毛でのり、えー、で俺の眉毛 <laughs> で、えー、おしんこで鼻作ってて俺の顔作ってた <laughs> でさこれさで俺えっと思ってでパッてこう視線感じたのパッて店長みたいなの軽くね店長が「はいはいよいしょ」顔作ってよじゃんっていう俺それさそっから二度と行かなくなっちゃったらねまあね わかる、喜ぶと思ってるんだよね。全員だと思ったから、あのさ、前回も言ったあれ、今週じゃなくて、先週に言ったやつじゃないけど、俺がメトロンズに推薦コメント書いてあるのもそう思われてたか全員なんだよ。やってる方が、そこはでも、ギリギリ、さっき言った変な YouTube 流されてるよりは、 ちょっとだから要は迷惑行為をされてるわけではないじゃんこれに関してはまあねそのおひつはね勝手にさ白ご飯頼んだのに梅ご飯にされてたの味違うじゃんそれはあるけどけどまあほかのお客さんにはそんな気づかない程度のことだしでも「わか来てくれてありがとうございます」と感謝でさサービスなのは分かるけど普通にしといても分かるしなんかこれさ俺あの。 むずいいととかかじゃゃななくわかんないと思っちゃっちてか、ね、しかもそれを自然にやってるってことはこれ待てよこれどっちが多数だって思っちゃったのちょっと自然にやりすぎててその YouTube のそっちだそれはそれわかんないなやっぱりそういうことだと思うその俺もで池田さんと多分にその同じ側だとは思うけど、うんうん、まあやっぱり特別なことを をされたら喜ぶし、普段からサービス精神の皆さん塊なんだと思うよっていうショーマンだよねっていう感覚はあるんじゃないそういうことか。うん。だからそこも、メトロンズのあれ流してくれたらまだよかったよね。まあ、メトロンズ YouTube あるじゃん。あれ流してくれたらまだ宣伝になるから。まだね。<laughs> 確かにな。だからそこはまあ、どっちもどっちもそ本当に自分の好みだと思うけど、だってさ、うん だってさトイレに行ったらそのいろんなお芝居とかバンドのチラシが貼ったり、ね、そういう店でさそういうの多分頼んで貼ってもらう、うん、なのかよく行くお客さんだからお店の人が貼ってるかもしれないけど、ね、それをさ「いや勝手な方しないでよ」って言うのも違うしまあだからまあそうかそうか、うん、だから,だからでもちょっとさすがに動画にはちょっと出過ぎた感じはするけどう少し、うん、だからあのー、本当にまあだから えー、知っといてもらいたいのは、うん、二度と俺はその店には行かないからまあ、ね、俺はだからこれなんて言うんだろうもっと丁寧に、うん、やっぱあのタレントは、うんえー、タレント一覧を作って、うんえー、この人は。 えー、飯屋で放っておいてほしい人ですっていうのを作って、ね、それを、えー、例えばあの人来たってなった時にデータベースみたいなパパパって見てあっ、えー、あの人 えー、YouTube 流したら喜びますでかって言ってそれで流すんだったらいいよ、うん、いやまあ <laughs> そうだけどそれこそ特別扱いだから <laughs> まあこんな言うとあれだけどさだ,ロだったらもうそういう個室とかに行くしかないよねということになるのかもしれないけ、ね、そういうことだねまあ別にねなんかそうまあしょうがないよね何かああそうかだから変に知られちゃってる<や>だからこれがもっと大物なら 逆にそんなこういう大衆なとこ来て楽しいなになる人もいるかもしれないしあのトンネルズとかだったらさあもう出しちゃうのからもうこう画面ではここにでもペレって書いてくれ<あら> <laughs> 壁にペレ書いてくれんじゃないうわすげえうーんそういうそういうスターの人たちがいるからそのそう俺らは違うじゃん違うけどそう,、ね、そういう扱いも あるんじゃない確かになんかだから「ビアンオ」の一言ぐらいは言っててもよかったもんね。<ー>ん <laughs> いやそれはそっちに寄せる必要ないよ全く書けないから頼みますだからね大変だよあの庶民というかね僕らとかズ馬みたいにそのスターになかなかな,かなれないしいそうねそうもう最近なんかどん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 もう恥ずかしい話がもうよ,より自分からあのそのきらめきなくなってもともときらめいてたかどうかはまあ別としてねまあね あだってもう最近なんかもう本当にこれお恥ずかしい話ですけど、うん、まあルミネとかでもね、うん、まあどこでも劇場の楽屋なんかにいるとさ、うん、まあ何人かいるじゃないですか。うん、で全員別にす話すわけじゃないからさ、うん、1まあ一人で作業してる時にこっちの方で後輩が喋ってたりもするのが聞こえてきたりする時なんかにさ、うんうん、なんか最近さルミネとかでみんなが行ってるさコーヒー屋さんな知ってますカ、うん、カミミがが見つけたのかかなカミチーなんかが すごいコーヒー好きなのかなそうそうそう石井の影響でねコーヒーすごくハマっててそれが見つけたコーヒーでその深道が誰か後輩をさらに連れてってその後輩がその話をしてあそこはマジでうまいっすみたいな話をしてるたのよ。でもなんかいや確かにこれでもそのめちゃくちゃ当にまに俺は飲んだことないから分かんないんだけどめちゃくちゃうまいけど値段もまあまあするらしいんだけどどうやら1,000円以上する普通のコーヒーが。 えー、みたいな話してて、うん、確かにうまいけど高いけどでもその価値があるぐらいのあれは、えー、コーヒーですなんて話をしてるのよ。はいはいうん、そんなコーヒーがで俺そんな正直もう缶コーヒー十分なぐらいの人間なんであ,、はい、あんまコーヒーにお金使おうって感覚そもそもないんだけど、うん、なんてええー、なんてしたらさそこでまあ何人かでその上父もいて後輩もいて。うん あ上はそのの時ないのかなミチに前おごってもらったって話を後輩がしてたのかなんかだからいや絶対に一回飲んだ方がいいよみたいな、うん、そんな話をしてたんですよ。うん、でそしたらそこに太田もいてジャンポケの太田なんかもいてら、はい、したら「えー、じゃそれじゃ一緒に行こうよ」みたいな。あその後輩を、うんうん、連れてってよ。みたいなやつでなんかしたら太田もなんかしたらもう結局太田がなんかそこにいた「いや、うんうん、いいい,いお前ら来なくていい俺買いに行くからお前らの分買ってくるわ」みたいな感じで、うんうん、そのなんか行って。 っっててたのよの時にそのギリギリ壁こうこういう壁があってそっちで話してんの声も聞こえるけどうっすらこの多分この辺俺がいるのは見えてるしもちろんその日俺入ってるからいるの知ってんだけど大田をね村犬がいるのに。と他の後輩も分かってんだけどもしも入ってて「そのそんなにうまいの?」ってなったら「村上さんも飲みましょうよ」ってなったら怒んなきゃいけないとか思ったから。 あのお前すごいコーヒー好きだったらまだあれだけどだからずーっとお前どうしたのやっぱでも,でも変に逃げたと思われる怒りたくないのバレるのも嫌だからむずいよ、うん、ずなんていうのそのなんか俺コーヒー別にそんなに、うん、そんなにこだわりないんだよなっていうなんかこの辺に顔をしながらずず顔をしながらずーっとなんかねそ何にもう<わ>なんていうの からなんから何も締め切りもないけどパソコン出してバ <laughs> ッて開いて何に,も何にもない何にもない空っぽ何にも考えてないおりたくないだけで怒りたくないから普通にもうた,ただあいうえをみたいな作業してるふりして <laughs> うわうわーあ<ー>それはさだって大変せのコーヒーさん56人残って大変だよ50006000うん、うん、確かにな いやそれ無理だな確かに5600でもなんか最近もさみんなすごいじゃん景気よくてまあ分かんないそういう人たちは、まあ、実際にまあ何倍当然みんなねすごい頑張ってるから稼いでもいるしさ、うん、いやこれさんなんか村犬がさでもささすがに言えない大谷、うん、あの大,大,いやさすが大谷怒ってるいや別にそう 言言ええなないちょっとだからカズマいいじゃんそこ言えちゃうからあ俺はね俺言えるでしょ俺やっぱ大谷はちょっと言えないえみんなさちょっと気づいてんのかなちょっと気づいてるかもしれないえあいつあいつなんそのえわでもさ村犬がさ村犬がそれさその経験ができたじゃんお金出したくないから何かに没頭するっていう。 ってことは、えー、村けんは今後それをやってるやつには気づくよね。うん、そうだね。ああ、あなんか空っぽのあ<ー>あ,<ー>あこいつ今空っぽなのにパソコンに向かってるっていう人が、うん、気づけるかもしれない。うん、ってことは気づいてる人もいんのかな。うん、いやいると思うよ。でもみんなだけ最近もう景気よさそうな話聞いてるとやっぱりすっとこう入らないようにしてるもんね怖くてでもわかるよなんかさまあ幕張とかさ。うんうん ああのま大体さえ幕張楽屋4つあってでえ木が近い人がえ一緒の学屋じゃんで、なった時にこいつだけでいい誘うのはいはい分かるよ二人ぐらいでとか三人ぐらいでいいよもう金出したくねえそんなにってなった時にあの一回学屋こう見て例えばそれこそ例えば えー、インポッシブルの井上とかをでこうやって楽屋見た時に「うんうん、すっごいいたりすんの!」ってなった時にあもう楽屋の扉から顔出した時に、うん、もうあの心境的には「やべすげえぞ」ってなってうん、うん、でそっから「うん、おおようす」みたいな挨拶させて「おーおっおっえー、みたいなそのまま井の本も誘えずにそのままんか。 読みたくない漫画のあるないってでああやべどうしようかなってそしたら井本が喫煙所行く時にスッと近づいてってで「あ猪本飯食いに行く」みたいな「えマジっすかありがとうございます!」大きい声バレる他の人にもえ行くんすか?」って言ってるそそしたらもうそれは誘わざるをえ誘うしかないそうなるとお昼で。 え本当に5,000円6,000円行っちゃうってなった時にでも一人で行くのはんかちょっと味気ないみたいなわかるけどかるけどねだからこそ幕張ってさギャップ前でバスでバスで幕張のイオンモールまで行くじゃん。そののバス中で 誰かとと一人約束するん俺とかのロジャーとかに「ロジャーあれあのこの後飯」でこの小さい声が自然な環境バスってそうじゃない、うん、バスってそうね。そこだとなんかねうまくね誘えるんだよね一人とかこれだよでも。お金使,使わない書生術もいやそうだよ 大変だよみんなどっちって違うんだ,だけどなああいう人たちっていうのは景気のいいなんていうの,あの使いっぷりのいい人たちって多分お金が、うん、なくても使うんだろうけどね。まあねでも俺さなん,もなんかすげえ嫌なのがさ、うん、俺,俺のね例えば、えー、幕張で、うんえー、45人さ、うんえー、後輩 を連れて飯食いに行くみたいな時に楽屋が4階で3階の劇場のところまで降りてグランドモールの出るじゃんその時に4階から3階ってグランドモール出る間に前説の若い1年目の人がいて「おだざいますおだざいます」みたいな。でで通り過ぎてで通り過ぎた時にあこれ。 え後ろの俺連れてってる4人ぐらいに「12、うん、年目の子誘わないんだ、うん、こいつケチだな」って、うん、ちょっと思われてんじゃないかなと思っちゃって俺<ー>もう後戻りできないところで、うん、その4人に「あ誘っっったよかかなっていうポーわそれはなさいなそしたらもうあのいや え、いいじゃないですかもう、だって、戻っても。ね、時間も早いから。戻っても時間ないし、ああ、まあそっか、しょうがねえか。今度誘ってあげよう、みたいなこと。なんか、ぶつぶつ、ちっちゃい声で。やってんだ。やってんのよ。そこ意外と、歯切れ悪いっすよね。いや、歯切れ悪いね。だから、その、太田とかに怒ってよとかは言えるのに、その辺の格好つけはするよね。確かに。俺、それはやってないわ。全く。うん。え、それはもう出すときは出すっていう。 いや,いやだからそ誘わないことをああケチだと思われてんじゃないかとも思わない思われてても,もうしょうがないっていうああ本当にうんどっかでああそう、うん、そ,それはもうご本当申し訳ないけど、まあ、こんな言い方したら本当にい、うんまあでもいいやその、うん、自分の金の方が大事 <laughs> プライドああはいはいあああああ気持ちいいそうだね、うん あそれはだからそう思えただ,だからどっかでやっぱ俺プライド高いんだよねいや俺も高いけどねそのそ,のその出る場所がねなんかそこそそこそるよねだから本当にそう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 ね自分うんてものはだからとこそ までとことんをやりたいんだよね多分だから<ー>要はもう後輩に金出してもらうときは出してくださいは頭下げれるんだけど何人かおごるって決めた <laughs> 今日はもうおごるって決めたのに、うん、あおごらない人もいるんだっていう、うん、そのおごる額少し調整してんだっていう自分が嫌なんじゃない？それ,それ本当に、うん、今突き刺したお前俺のこと、うん、俺あのなるべくゴミ 街中に落ちてるゴミ、うん、拾わないようにしてんでよ徹底的に拾わないと嘘ソつくああなるほどねだから俺拾う時はルール作る、ね。のよ、うん、俺はこの道に落ちてるゴミを拾いますよなるほど。あと電車の中で缶拾う、うん、缶転がったり、うん、したらあのそのそれを俺はこの車両の缶だけ拾いますからっていうので、うん、ああなるほどね。 え、天井を設けないと、俺無理なのよ。完璧主義者なんだろうね。多分なんかそうなんかもしれない。そうか。まあ、わかるわ。俺だから、これちょっと宣伝じゃないけど、本当に、あの、ミセダス。て今回、メトロの。ああ、ああ。ミセダスは。あの、その要素がね。あれ、入ってんの。こいその要素が入ってる。ちょっと、だからね。いいね。ちょっと、見に行かせてください。ちょっと、あ、もう。 え、え、これ15え何かかららだっけ17からあ,だあ、じゃあもうこれが今だって多分9ぐらいのやつだからああそうああまさにもう7もでも結構,結構残りわずかになっちゃったんだよね<や>なんとかなだでもうねあの… 10回10回ぐらいな、うんだ結構うんいや結構だからでもうあと稽古も今もう2週間ぐらいやってて今,今ちょうど中だるみしせるぐらいか <laughs> そう <laughs> 今まで作ったものを一回今一回今まで作ったものを一回壊してる時期か全部、うん、そう、うん、そうだよねああのねアンあれ<ん>、ね、今みたいなやつも出てくる <laughs> いや嘘、うん、その場所まとめるやつ出てくるああいいね俺が「あごめんこれ多分俺が一番冷静だから」っていうやつだ <laughs> あだからああそれああ多分多分多分俺ここ今多分冷静だと思うから俺今多分全部なんか今ほら、うんうん、あしらないできっ 聞いてたじゃん多分俺一番分かってるから言わせてもらってあのちょっと一部始終見させてもらってごめんどこで多分どっちが悪いとかじゃないんだけどまず言ってること分かんだけど言い方ちょっと方言い方変えよう言い方変えた方がいいかもでその言い方を生んでんのはお前かもしれないし感情的になってる多分本当は もう多分お互い同じこと言ってんだけど感情的になむかつくわ感情的になってるってやつ一番冷静なやつね一番冷静なやつやろうかなあ一番だからそのそうだだからまあいいやこれ今日言おうと思ってたからさ今度やろうその逆転なんかやっぱ頑張んなきゃいけないかなと思って次またティックトックをさちょっとまたあげあげ出そうかなその前にじゃないけどやろうかなと思ってるやつ一個まずほらギャグとか負けたんだけどんかちょ 流行りりののものも取り入れようかなと思ってやっぱりパロディーじゃないけど今なんか TikTok 見てたらなんかねあれ何言ったわけじゃないんだけど街に聞いてる人とかあとは会社内の上司にとか、うんうん、みたいな感じでなんかクイズ出すみたいな、うん、なんかがあるのよ普通にバーって動画出して街に行く人にまあ普通何でもないことあのあの。いたい,ないやなぞ謎謎もあれば例えば。 えー、一番売れた漫画、えーうん、ベスト10話とか日本で一番売れた漫画ベスト10話とか言ってバーッと上げてって「うん、あ正解!」とか「うんうん、あそれ違いますね、はい、11位です」とか言って、はい、まあ時間が来るか来ないかみたいなのとか、うんあのー、日本で高額納税者10人とか言ってバーッと言ってあ違うとかそういうのがあるんのね。 ここ誰かに来てもらってその、うん、何でもいいんだけどあのこファンが決めた心に残る「ワンピースの名言、うん、ベスト5は,はい、はい、って質問された時に、うん、俺ずっと答えを「そのうん、えっえ,えあのこの街を捨ててまでしたかったことがそれかよ」とか <laughs> マジでマジで全然違う <laughs> 全然違うそのいい俺がオリジナルで考えてたセリフを言うっていうその何それ やろうかなと思って、その。でえー、違,いい違います。違います。冷静に。違います。あ、ないですね。ない、ない。あ、違います。あええー、あ、えーあえー、なん。 なんか適当に酒とつまみ買ってきたから冷蔵庫入れとくわ違いますね違いますしかも今の流行りでしょそれそうそいうクイズ出すっていうやつかなと思って見てる人はそのワンピースの多分名言をずっと思い浮かべながらあいいじゃん俺剣と違いのこと言うなあ。でこれどうやってみたらとりあえずやってみていけることか俺ちょっとあれ分かんないけど俺それ知らないからそのクイズやつなんか全部矢印に見えんだよね最近 ああいいねそういうのちょっと要はあるあるセリフみたいなのをこっちの方に落とし込むっていうあいいねちょっと頼むその時もしかしたら動画撮る人頼むかもしれないあ全然違いますっていうだけ普通に違うとか言ってくれたと誰でもいいしないね誰が言ったセリフなの

ミラスはいぜひ来てください、えー、詳しくはメトロンズで調べたら出てくるねはいお願いしますはいというわけで以上6番村上でした失礼しましたありがとうございましたしこの番組はサラダ青春の光オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました